シャーロット・クーパーはイングランド・ロンドン出身の女子テニス選手。1900年のパリゴリンの女子シングルスと混合ダブルスで金メダルを獲得し、オリンピックのテニス競技の女子部門で最初の金メダルを獲得した選手である。ウィンブルドン選手権の女子シングルスでも5度優勝した。1901年にアルフレッド・ステリーと結婚した後は、シャーロット・クーパー・ステリーと2つの姓を併用した。 シャーロットにはチャッチエという愛称もあった。夫のアルフレッド・ステリーはイギリスのローンテニス協会会長を務めた人である。シャーロット・クーパーは1895年25歳の時にウィンブルドン選手権の女子シングルスで初優勝を飾り、それから1902年まで8年連続の決勝戦に進出した。 その間1895年、1896年、1898年、1901年の4度優勝している。当時のウィンブルドン選手権の競技方式は前年優勝者を除く他の選手たちが1回戦からチャレンジラウンドを戦い、それを制した人が前年優勝者と決勝を戦うオールカマーズファイナル方式で優勝を決定した。クーパーの最初期の準優勝は 1897年、1899年、1900年のサンドブランチ・ビングリー・ヒルヤードに敗れた。パリ五輪で五輪テニス最初の女子シングルスと混合ダブルスの金メダルを獲得した1900年は、ビンブルドンではビングリー・ヒルヤードに敗れたことになる。翌1901年は、オールカマーズファイナルで38歳のビングリー・ヒルヤードからタイトルを奪回したが、1902年の 決勝では24歳のミリエル・ロブに敗れた。1901年以後、クーパーはアルフレッド・ステリーとの結婚により、ウィンブルドン選手権の優勝記録表にも、シャーロット・クーパー・ステリーの名前で記載されている。近代オリンピックは1896年から、ピエールド・クーベルタンの提唱により、ギリシャのアテネで始まったが、テニスでは男子シングルスと男子ダブルスの2部門だけが行われた。 その次の大会の1900年パリ五輪から女子シングルスと混合ダブルスの2部門が追加される。シャーロット・クーパーは五輪競技テニスとしては初めての女子シングルスと混合ダブルスで記念すべき最初の金メダルを獲得した。女子シングルス決勝でクーパーはフランスのエレーヌ・プレボーを6から1、6から4で圧倒し、混合ダブルスではイギリス代表選手として レジナルド・ド・ハティとペアを組んで優勝した。対戦相手は、ハロルド・マホニーとエレーヌ・プレボーの組で、クーパーは両部門ともプレボーを退けたことになる。同じパリ五輪で、男子ダブルスは、レジナルドとローレンス・ド・ハティの兄弟ペアが優勝し、男子シングルスは、レジナルドの弟ローレンスが、金メダルを獲得した。ウィンブルドン選手権での8年連続決勝進出と、 パリ五輪金メダルの後、シャーロット・クーパー・ステリーは1904年1908年1912年のサンドウィンブルドン選手権の決勝進出記録を加えた。1904年の決勝では、ドロテア・ダグラスに敗れているが、4年後の1908年にアグネス・モートンを6から4、6から4で破り、7年ぶり5度目の優勝を飾った。最後の勝利は、 三十七歳二百八十二日での優勝で、ウィンブルドン選手権の女子シングルスでは最年長優勝記録である。四年後の九百十二年、クーパーステリーは四十二歳で最後の決勝進出を果たしたが、エセルトムソンラーコムに三から六一から六で敗れた。八百九十五年から九百十二年までの十七年間に、わたり、シャーロット・クーパーステリーは、 ウィンブルドン決勝に総計11回出場し5勝6敗の戦績を残した。彼女は長寿にも恵まれ1966年10月10日にスコットランドヘレンズバーグで96歳の長い生涯を閉じた。シャーロット・クーパーは2013年に国際テニス殿堂入りを果たした。ありがとうございます。